九州のリングでは九州を離れるという発言がありましたけど、どういったことでしょうか。やっぱり、まあ、1回8月チャンピオンになって、でも絶対王者とかそういう器じゃ、まだ器じゃなかったんだなっていう現実を突きつけられた感じで、そうですね、まあちょうどいっちゃちょうどいいのかもしれないですけど、まあ、僕がずっと、もう本当コロナなんか始まる前からずっと考えてたことで、それをようやく行動に移す時が来たのかなっていう。それは具体的に離れるっていうのはどういうことですか。今現状九州プロレスで、やれるとこまでやったのかなっていう気持ちがあって、ここでより、よりプロレスラーに、なっていくためにはやっぱり環境が、変わんないといけないっていう、気持ちがあって、で、まあ、1月田尻さんに負けて、で、まあ、負けた後すぐ田尻さんの方に僕は話に、本当はちょっとね実は言ってたんですけど、すぐ、俺も海外に行きたいっていうことを伝えて、まあ利用、させてもらおうかっていうふうな思いもあったんで、だから自分が、より求める、自分が求めるプロレスラーになれるように俺は、拠点を海外に移したいなという、思います。海外でよりもっと自分が思う理想とするプロレスラー像を海外で作っていきたいなと、そう思います。とりあえずもう海外で俺は拠点を移してやっていこうと思います。まあ、これからも皆さん尾崎光大の動向を注目してもらえればなと思います。ここからは言える範囲でいいんですけど、まあ、具体的にその海外どこですか、どういうところを今思い描いてます。やっぱり世界各国さまざまなプロレススタイルがあって、やっぱいろんなことを学ばないことにはやっぱり、厚みがあるプロレスラーにはなれないと思ってるんで、まあざっくり言うとヨーロッパ、そしてメキシコ、アメリカ、やっぱりそういうとこは抑えて、学びたいなっていう気持ちはありますね。その後のことはもうまだ何もってことですね。何も決めてないですね。はい、そうですね。まあちょっとね昨日びっくりしちゃったのかもみんな知んないですけど、でももう前々からずっと考えてたことなんで、今のうちだっていう気持ちもあるんでね、いろいろやるのだから、まあ誰に何て言われようと俺はそれをやり遂げたいと思います。これはあれですよね、その九州から世界へっていう意味で言えば、まあ、これその、まあ、決して九州のファンのことを忘れたわけじゃないというか、もちろんそうです。ただプロレスラーになった以上はやっぱり、海外でもやりたい気持ちはもう正直プロレスラーになる前からやっぱ海外でもやれるようなレスラーになりたいなっていう気持ちもあったし、やっぱり、より視野を広くしてやっていかないことには
僕が求めるプロレスラーにはなれないと思ってるんで、これは絶対に自分にとって必要なことだなっていう。